平成25年台風第7号は2013年7月に沖縄に接近後台湾に上陸した台風である。日本ではこの台風によるものを含めた災害が激人災害に指定された。進路図7月8日にマリアナ諸島で発生しアジア名、ソーリックと命名された。また、後にフィリピン大気地球物理天文局の監視エリアに侵入したためフィリピン名、 不安人と命名された。台風は7月12日夜遅くから13日未明にかけて先島諸島に最接近。沖縄県の石垣島では暴風警報が発令されるなどした。その後台風は13日に台湾に乱県頭城鎮に上陸した後、中国大陸に再上陸した。この台風により沖縄県で負傷者14人、半壊1棟。 一部損壊4棟の被害が生じた。また砂糖キビなど農林水産業の被害額は5億7312万9000円となった。沖縄電力によると14日、最大1万5500個が停電した。最大瞬間風速は、与那国町都内で13時37分に秒速60.2メートル。最大風速は13時56分に秒速44メートルを記録した。 また強い勢力のまま台湾北部を襲ったため、少なくとも一人が死亡した。台北市郊外の二北市跡門区にある台湾電力の第一原発2号機が、主変圧機の飛来装置が強風で破損したため、緊急停止した。中国厚生省では35万人以上が被災し、福建省、石膏省では計71万人が被災した。日本においては、 同年6月8日から8月9日にかけて、一連の気象現象としての梅雨前線及び断歯付きの流入並びに台風4号及び台風7号により、東北、中国地方を中心に、全国各地に甚大な被害がもたらされた。そのため、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて、当該災害を激甚災害として指定し、 合わせて、当該災害に適用すべき措置を指定する政令が8月15日に閣議決定され、8月20日に交付、施行された。ありがとうございます。